年年訓読計27年月日読春成功刑法をして来兵せしむ夏祝尊表真の長のくつ靴ん。 彩の公孫規制 A の赤悪陳の公官帝の領将拒否と僧人に総に返す A その大夫姉貴を殺す A 公の弟船井出て真に走る秋七月新氏兵諸公の大夫と総に遅公冬十夕二月逸貝咲く火これを食するあり伝二十七年春 諸領帯もろもろ家を失える者をして舎頭を備えて持って地を受けしむらく必ず密かにせよと紆余をして舎頭を備えて持って方を受けしむ紆余その衆をいていず諸行をして紆余の方を致す者なりと偽らしめついにこれをらえてことごとこれを得皆その優を取りて諸行に返す諸行 ここをもって真に睦まじ正の刑法を来兵すその車 B なりモーソン祝ンにいいていわく景気の車はまた B ならずや祝ンいわくひょうこれを聞く欲の B かなわざれば必ず悪をもって終わると車を美にして何をかせんと祝ン刑法と食す不敬なりために曹操伏れど また「知らざるなり」「A の名器もっぱらなりこうこれを売れう」「高村弁よこれを殺さんとこう」う「いわくねえしなかりせばここに及ばじ。我これと言えりこといまだ知るべからずまさに悪名をなさんやめよう」「答えて曰く真これを殺さん君預かり知ることなかれ」と。 すなわち公孫無し公孫心とはかり年氏を攻めしむ固ずしてみなしす行為は空心や罪のをして不死世にしせりと夏弁よまた年氏を攻め年帰と有罪国とを殺しこれを蝶にさらすかなうん。 まさに僧の次いに廻戦とし目を受けていずその垢に着せこれに桃を枕させてこれを刻し納めてもって逃げんと干す間抜かれざらんことを恐るかいわく目を受けたるなりとすなわち行く四川いわく我を追いし者はいで我を入れし者はしせり昇罰昇なし何をもって阻み進めん。 君、その真の失い手国に慶なきはまたか片からずやかつせん実にこれをせしめたりとついに入れて「真に走る」こうこれをとどめしむれど聞かずかに及びてまたこれをとどめしむ死者をとどめてかにちこう牧門に託して英国に向かいて座せず牧門の台風、これに使えんことを進む聞かず。 いわく仕えてそのことを廃するは罪なりこれに従えば我がいずるゆえんの明らかにするなりはた誰にか訴えん我はもって人の長に立つべからずと身を追うるまで使え,ぜ使えざりきこうこれにもすること財服の後刀にして身を追われりこう弁予に言う六十を後を自して曰くただ慶のみ百有をそのう真は六十なり 詩文にして神の禄を保つは乱なり詩あえて聞かずかつ名詞はただ有をしゆえにしせり詩死の速やかに及ばんことを恐るとこう固くこれに後をその半ばを浮くもって少子となすこう慶とならしむ自して曰く大祝義じいあらずして要大事を助く君それこれに命ぜよとすなわち分子をして慶とならしむ 宋の小術長文誌によくまた霊院志木によし諸侯の兵をやめてもって名をなさんと推す真に行きて長毛に次ぐ長毛諸大夫に諮る観戦士曰く兵は民の残なり罪用の隣、り小国の大祭なりまさにこれをやむるあらんとす必ずというといえども必ずはたこれを許せ 許さずんばそうまさにこれを許してもって諸侯を目んとすすなわち我名主たるを失わんと神秘とこれを許す祖に行くそもまたこれを許す聖に行く聖秘とこれをかたんず新聞紙いわく神祖これを許すに我んぞやむをえん勝つ人兵をやめんと言えるに我許さずんば 素の味元より我が民を離さん畑いずくにかこれを持ちんと聖妃とこれを許す真に次ぐ真もまたこれを許す皆小国に次げて甲斐を僧になさんとす五月行進真の長武僧に至る平後帝の領書を至る六月定備作僧妃と長文史を教す宗教を書いたりは拙僧を用う霊なり 忠時この礼を挙げしむるやもって文字王子となせり母親宿尊表正の刑法、陳主部英の責役至る強引真の順栄長部を覆うて至る英心忠の当公至る人術その公子国公をまず至り言を真に成す定望 僧の聖術、陳に行き、し木に従いて言をそになす、母親、等の成功を至る。し木、く術に言え幸く、こう。神祖の十は、こもごも愛、まみえしめんと、交互聖術、長毛に服す。長毛いわく、神祖精神な、必なり、真の性にあたわざるが、なお、その、 真にあたわざるがごとし祖君もしう真君をして平友に片付けのをせしめば各君与えてかと固く生に怖ざらんやと人心さしし祝に復元す祝月をもってこれを王に告げしむ王曰く精神,を精神を捨てて他国は相まみえんことをこうと 秋七月母音差し至るこの世や長毛史跡と誓いてもって元の整う後進至極陳より至る陳の交換妻の公孫規制至る宗教の大夫皆至る藩をもって軍を成し心疎おののその辺による白首長毛にいて曰くそのうんはなはだ足そらくは何な,なあらん長毛曰く我左遷して宗にいれば我をいかにせんと 紳士まさに僧の正門の外に近わんとすそしと功を討ちにす白州令いわく諸行の死を合わせてもって不信のなさばわすのは自負かなることなからんやそれ諸行真を祖に望むここをもってきたり服すもし不信ならばこれその,その諸行を制するゆえんをすするなりと固く功をぬがんと講う。 四曰く真粗真なきこと久し理をこととするのみいや衆も志を得ば何ぞ心あるを持ち院と大冴退きて人に告げて曰く霊院まさに死仙とす三年に及ばざらん志をたくましゅうせんことを求めて真を捨てば志はたくましゅうせられんや。 志をもって言を発し、言もて、真を発し、真もて、志立て、三じてもってこれを定む、真滅びなば何をもって三,三に及ばんと、長もその功を内にするを憂え、手もって宗教に次ぐ。 宗教曰く何ぞがいやらん、ひっぷだをひとたび真をなせばなお不可なり、ことごとを倒れて、それ視線。も諸行の剣を合わせて、もって不信をなさば必ず形。弦をはむ者は山ざらんや死の憂いにあらざるなり、それ真をもって人を召しながら線をもってこれをなさば必ずこれに組みするものなからん。何ぞよう我を害んかつ我、相により手もって病を守らば、 すなわち人々よを死をいたさん僧と共に死をいたさば祖に倍すといえどもかなり死なんぞ恐れまたここに及ばざらん兵をやめんと言いてもって諸侯を召して兵を挙げて我を害せば我が医者を応し売れ売るところにあらざるなりと貴伏塾尊にイワシムルに孔明をもってしていわく儒頭になぞらえよと。 すでに指定性人、と古怠宗妃とを講う皆近いに預からず祝尊いわく中等は人の死なり我は劣国なり何のゆえにかこれになぞらえん相栄は我が筆なりとすなわち地公ゆえにその族を処せざるは命にたがえるを言うなり心祖先を争う神秘といわくも元より諸公の名主たり未だ真に先立つ者にあらざるなり祖妃といわく し神祖は非なりと言えりもし真常に先立たばこれ祖は弱きなりかつ神祖こもごも諸侯の誓いを司さどるやひさし兄もっぱら真の身にあらんにゃと宗教長望に言いていわく諸侯真の徳に着せりその誓いを司さどるに着するにあらざるなりし徳を務めよ。 先を争うことなかれかつ諸侯の誓いに小国元より必ず誓いを司るものる者ありそう真の異をなさばまた必ずやとすなわちそ人を先にすそし,して真を先にするは真に真があればなり。 後僧侯神祖の大夫を兼供す長毛を格となす私牧これという長毛を断ることをあたわず出教してはべりて曰くいわしむ私牧もまた断ることあたわずい逸う僧牧諸牧の大夫と盲門の外にこう私牧長毛に解いて曰く半分死の得意観答えて曰く風死の火事を収まり深刻に言うに情を隠すことなく その祝辞真を鬼神に述べて字に外ることなしとしぼ持もって王に継ぐ王曰く高きかなよう新人に喜ばれること無べなりその五君を候補してもって名手となりしことやしぼまた王に告げて曰く無べなり真の葉たるや宗教のもってその刑を助くるあり そうもってこれにあたるものなし共に争うべからずと真の純栄ついに楚にゆきて望みて誓う。定白長毛を推るように教す四天白雄四世四三大宿二子二子石下五長毛いわく七子君に従いて武を調せり こう伏してもって君のたまものを終えよ。部もまたもって七子の志を民と。四天草中を伏す。長も曰くよいかな民の衆たることそもそも武やもってこれに当たるに,らたるに足らずと白雄純子本本を伏す蝶も曰く少子の厳な四季を超えず。言わんやのにある親詩人の得て聞くところにあらざるなりと。 生諸病の師匠を伏す長母いわく家訓あり武難ぞ要せんと死産失踪を伏す長母いわく武うその終わりの生を受けんと死退宿やゆ万草伏す長母いわく五死の恵みなりと淫乱失舟を伏す長母いわく良いかな家を保つの主や我望むことありと公尊断倉庫を伏す長母いわく かの交わりおごらず福まさに菊にゆかんとするもしこの言のたまたば福禄をじせんと干すとも縁にゃと今日終わる文子出家に告げて曰く白雄はまさに「陸セラレントス」しはもって志を言う志その神を強いてこれを講演してもって貧の栄となすそれよう久しからんにゃ。 幸いにして後に滅びん執教いわくしかり甚だおごれりいわゆる御人に及ばずとは風刺の言いなり文子曰くその世は皆数世の衆なり視点はそれ後に滅びんものなり神にありて下ることを忘れず因子はその次なり楽しみてすさまず楽しみてもって民を休んじ因せずしてもってこれに就こう。 後に滅びんことまたかあならずやとそうの差し書をこいていわく死を免れたるの「うをこうとこうこれに「う60を後持って死官に示す死官いわくおよそ諸公。 諸国は新諸の兵を持ってこれを脅すところなり恐れてのちに消化じわしいじわして後に要その国家を安静して持って大国に使おるは損するゆえんなりいいなければすなわちおごりおごればすなわち乱生じ乱生ずれば必ず滅ぶるは滅ぶるゆえんなり天五罪を生じて民並びにこれを用ういつを廃するも不可なり 誰かよう兵を去らん兵のもうけられたるやひさし不器を脅して文徳を明らかにするゆえんなり聖人なもって怒り乱人はもってすたる廃校存亡混迷の術皆兵によれり叱るをしこれを去らんことを求むるはまた欺かずや不動をもって諸行大ば罪これよりも大なるはなし たと対等能ともしかもまた将を求むるはあくことなきの花だしきなり削りてこれを問うずさしゆ,ゆうをじす少子史上をめんとほっすし曰はさ <laughs> しいわく我まさに死刑我まさに滅んとせしを愚子我を損せりとくこれよりも大なるはなしまたべけんにゃと君子いわく かのこの子は国の主職とは楽器を言うか何をもって我をつつしましめん我れそれこれを納めんとは少女というかと「生の最長生および京を生みてかとなり等角京をめとり目を生む等覚京公をいている」。 頭武宮という頭角縁と共に妻子を助く再生病ありてこれを廃して面を立つ生妻に老仙と乞う妻子これを許す縁と武宮と与えずしていわく妻はそう言うなり必ず宗主にあらんと生と京と怒りてまさにこれを殺さんとし刑法に告げていわく風子の身もまた死の知るところなり ただ、武旧と縁トにこれ従い、不敬、進むことを得るものなし、大いにおそらくは風刺に害やらん、あえて持って継ぐと、刑法いわくし、しばらく退け、我これを図らんと、露歩、露歩ヘツに継ぐ、露歩ヘツいく、彼は君のあだなり、天あるいはまさに彼を捨てんとす、彼実に家乱る、し、なんぞ憂えん。 西の薄きは慶の厚きなりと他日また継ぐ慶法いく家衆も風刺に利あらば必ずこれをされ何あらば我何時を助けんと9月更新再生最強東角園東武宮を祭子の長に殺す祭子怒りていずその衆皆二ぐ。 人を求めてがせしめんとすれども得ず漁人をしてがせしめ自陣をして漁せしめていずかついわく妻子幸いありて世にとどまらばなおかあなりとついに刑法を見る刑法いわく妻刑はいつなりこれ何ぞあえてしかるこう死のためにこれを当然と露歩佛をしてこうを率いてもって妻子を攻めしむ妻子その急に 飽きしてこれを守る勝たず、黒人をしてこれを助けしむついに妻子を滅ぼして生徒京都を殺してことごとくその家を虜にすその妻クビるへつ妻子に復命し活魚してこれに帰る至ればすなわち帰るべきところなしすなわちクビる妻名夜これを逮捕に癖す紳士妻名来ンす刑法国にあたる 祖の遺憾真に生きて望みて痴公信仰これを教すまさに遺伝として気水を伏す宗教いわく医師の祖国に後あるや無べなるかな訓命を受けて瓶を忘れず使徒をまさに祭り事を,を知らんとす祭りごと司るを司らんとすですか 瓶にして持って君に使えば必ず用、民を養わん。祭りごとそれ、いずくにか行かんと。祭司の欄に神仙具来本し、のに牧珍して持って最高、もとい相高にもしたりき、冬祖人これを滅、ついにそに乳き誘因となる。十一月、いつ逸外作、非これを食するあり、神、猿にあり、死歴の過ちなり、 再び順を失えるなり。以上。約文上皇27年慶27年の春に清の健康が慶法を使者として炉に使わした伝27年の春に諸領帯が紆余のために領地を奪われた清炉宋の諸国に向かい シャバや人足を用意しして真にに出張しなさい右に奪われた土地を返上いたたしますただしことは絶対に秘密を要しますからその点お含めおきくださいと申し付け「紆余の方にはシャバや人足を用意して真に出張しなさい」「あなたが手に入れた土地を我が国は承認いたしますから」と言い、えー、送った。 ウヨは非常に喜んで家一同とともに出頭する神では紆余の奪った土地を承認し彼をその土地の君とする旨を申し聞かせその油断を見済まして難なく彼を召し取り領地を諸侯に返上したこうして長部の計画は成功し諸侯はますます神を得とした清の刑法が「 美しい車に乗ってニに死者に来たモンソンが祝尊票に向かって「刑法殿の車は実際立派なものです」と羨ましそうに言う「車を飾り立てて何の得がありますか文不蔵王の贅沢は身を滅ぼすものだと私は聞いております」と祝尊票はたしなめやがて刑法と会食すると少しも礼儀を知らなかったあまりに思って講師に託して避難したが彼は全く気がつかぬ。 こうした無知無礼で一国の過労が勤まるはずはない。果たして翌二十八年には彼は瀬を出奔して、露に亡命するに至るのである。K 夏、夏になると、露の祝存票が神の長部、祖の屈権、祭の高尊規制、A の赤役、鎮の高官、帝の領将、及び京都、僧の人々と共に僧の地で会合した。A でその過労の寝気を殺したのも、 a の健康の弟にあたる視線が真に亡命したのも夏の間のことであった。でん。a の過労のネイキは憲法を帰国させた功を誇り、目に余る行動が多かった。同じく過労の高造。免疫名誉は憲法の意中を察し、私が何とか計略をめぐらして、ネイキ殿の亡き者といたしましょう。と密かに申し出た。ネイキがいなければ、自分は本国に帰れなかった。 その上、国政を任せる約束がしてあるから、いくら愚痴をこぼしてもいた仕方がない。彼を殺そうとしても勝つか負けるかわからないし、万一不守備に終わったならば、自分の地位まで奪われてしまう。だからそうした計略はやめにするのが良い。万事、私にお任せくださいませ。決して我が君にご迷惑はおかけしません。そこで高村免許は、やはり過労の高村仏位。 高孫心の2人と相談しこの両人にネイの家を責めさせたところ両人ともに討ち死んしてしまった健康はそれを聞かれて非常に嘆く夏になっていよいよ第二の計略に移り高孫名誉が自身でネイの家に押し寄せネイと有罪国とを殺し王宮の前に晒し者とした 過労の赤薬は諸侯と共に宋の地で会合する準備最中にこの返事を聞き寧気のカバネを抱いて泣きながらこれを仮埋葬して亡命しようと一時は考えたが亡命してもやがて捕らわれるだろうと考え直し予定通り死者に立った健康の弟にあたる子戦は「我が君を追放した孫林保が他国に亡命して無事に月日を送り」。 我が君を迎えた根木殿が命を落とされたのでは完全懲悪の趣旨が立たぬその上自分は今度のことに関係があるので亡くなった根木殿に顔向けができぬと言い捨てすぐさま三線に立ち退こうとした健康が死者を遣わして中途でとどめようとしたが聞き入れず秦に走って「もんの地に住み座るにも A の方を向こうとはしなかったもんの領主がいっそ秦に奉公したらどうですか?」。 と進める「真にご奉公しても無事に役目が務まらねば君の女を怪我します」。また御用の万事を「うまく果たしのけますならば真にご奉公したかったら A を立ち退いたのしたかったから A に立,立ち退いたのだと人々から言われます」と答えて一生涯痴間をしなかった。A の健康はだいぶ経ってから紫線の死を知りその日からもにこもったが間もなく亡く,くなった。 さて A の健康は高尊名誉の功労を褒められて60箇所の小都市を賜った「名誉は私,私はすでに60箇所の小都市を領有しておりますからお言葉だけを頂戴してご辞退申し上げます」と言い「ぜひとも」と言われてその半分の30箇所を配領したさらに健康,に健康は「名誉に定がろうの地位をも賜る」「私はそれほどの器量がございません」「日清なく国の大事を助け」 助け立てまつった大粛分子殿のこそ適任でございます。とまたもや辞退したため大粛分子が定石画廊の職を得ることになった。K。秋7月紳士の日に炉の粛尊表と諸行の過労とが僧の地で誓った。 えーっと秋の話ですかねここら辺かったなと思うんですけどうん宋の少女は秦の長武とも親しかったし祖の靴賢とも仲が良かったそれで彼は秦と 外の間を和睦させ諸侯の平安をやめさせて天下を太平に国民を安息せしめたいという大きな希望を持ったのであるまず彼は真に行って長毛と相談した長毛は「他の家老たちと協議をするその席上で歓喜が平安は国民を失い国家の経済を害するもので小国にとっての大災害であります」「今これをやめる努力をするものがあったとすれば長続きはしないと分かっているにしろ」 今回は許さなければなりますまい我が国が許しませんでしたならば蘇がそれを許して諸侯を招くでしょうそうなりますと諸侯の長としての地位を失うかもしれませんと言ったので家老たちも同意した次に少女は蘇に行って相談する蘇では文句なく賛成した聖に行って相談すると聖では異論もあったが結局すでに秦とのとの二大国が許したことですから我が国もやむを得ません天下に兵乱をやめさせようとする計画に反対すれば 我が国民の意を失ううでしょう民意を失っては国家は成立しませんという論を入れて賛成した「真に行って果たしに行って相談する果たしも承知した」「その他の小国にもあまねく告げ知らせて宋の地で諸侯の大道団結が行われる,われることとなった」「各国に大道団結の期日を通知すると5月更新の日に真の三審の長部が第1番に来た」「英語の日には番に来た」 の了承が来た「6月定日の1日に宋の人々が長部とそれに従う宗教等を享望したこの時会合の事務を司る者が骨付きの肉をまな板に持って差し出したこれは礼にあったことである」「講師はこの時の会合の礼を弟子に記録させて参考としたがこの会合を褒めて異議辞令ともともに整って申し分がないと評した」。 えーっと母親の日に炉から祝尊氷が生から刑法と新聞紙とが永から赤薬などが来た行印の日には真の純栄が長部に遅れてきた平心の日には主の桃江が来た人実の日にはその王族の国皇が屈建に先立ってきて真の家老たちと面会し名約の言葉について二国の相談を取りまとめた。それでのの日に宋の少女は 迅に行きとどまっていた祖の屈賢と面会しその名約の言葉と打ち合わせを済ました母親の日には唐の成功も自身で来会した祖の屈賢は祖の少女に向かって諸侯のうちでは真に従う者は祖の君に越し祖に従う者は真の君に越するようにしたいものですとの難題を出した。 今後の日に少女は真の長毛にこのことを告げた。すると長毛は、それは実に難題です。真、祖、聖、神は同等の国であります。神は聖に向かってそうしたことは言い出せませんし、そもまた神に、旗神に向かって言い出しにくいでしょう。もし、その君が真の君を我が真に、 えとその君が二神の君を我が三神に召し出させられますならば我々もどうにかして生の君をその国に行かせるよう努力いたしましょう」と答えたので「人心の日に少女は陳に行きその靴賢に復命した」うん。 忌倉は早うまでそれを楚の皇王に報告するとその皇王はそこで生と信徒の二国は生と旗信徒の二国は例外としその他の小国で三神に従う者は祖に越し祖に従う者は三神に越するように願いと指令した秋7月母院の日に宋の少士は陳から帰ったこの世信の三神の長毛は楚の王族の国皇と会い 諸,との名約を諸国との名約を結ぶ時になって言葉の上の相違がないようにとあらかじめそれを協定した後進の日に祖の屈賢はようやく陳から来会した宋日の家来たち家老たちも来た陳の高官も蔡の高尊犠牲も続いて来会した各国の陳の教会は木の垣根を作っただけで別に警戒もしなかった三神は北に祖は南に分かれて その一軍に陣している「三神の順栄は長毛に向かってその陣がざわめいています」「ことによると我が陣を吸収する準備をしているのかもしれません」と注意をする長毛はそれに応えてこう言った「その時には左に回って東門から宋の城に入ったら祖軍とてどうすることもできますまい」「紳士の日に宋の正門の外で諸侯が大道団結を誓うことになった。 この時、その人々は着物の下に鎧を着て会合を機会に真を打とうとした三心を打とうとしたその白州領は靴下に還元した諸侯の軍を和合させるのがこの会合の目的ですのに裏切るような態度をとってはなりません天下の諸侯の大半はその真実を望んで服しているのですもし不審な行動をとれば諸侯を服従させる基礎を失ったことになりましょうどうか兵隊どもに鎧を脱がさせてください それはできません。真と祖とは長年の間不和を続けてきました。今更真実など守れましょうか。我が国の利益になれば手段,手段などは選びません。そこで白州では口をかんしてその場を退出し、ひそかに人に告げていった。くつけんののは三年と生きないでしょう。人間が真を顧みなくなってはもうダメですと。 祖軍が不穏です。人々は着物の下に鎧を着てますよ」と真の長毛が同行した出向に告げる出行はそれに応えて少しも害はありません卑しい男がひと,ひとたび不審を行っても続くものではありませんまして祖軍が不審を行えばことごとく倒れるでしょう諸行が大道団結する際にそんな態度を取ればかつ戦いも負けるでしょう我が軍はすぐに僧の城に入りますそうすれば僧は 我が味方となりましょう僧と共に必死で防げば宋に倍した力が出ます」「平和のための会合をしながら兵を起こして我が国を害しますならば諸侯の信用はそを去り全て我が国に集まります」「我が国の利益となっても害となる心配はありません」と言った「論に残っている気分詞は」えー 黒が親と外の両国に越することになったのを聞くと君の命令だと畜村票に告げて費用がかさみすぎる万事中や唐並みに計らうようにと申し送ったその時はもう姓は中を宋は唐を属国だと諸侯に知らせたのでこの2国は会合に加わらなくとも良いことになっていた畜村票は命令を受けて大いに怒り 唐と唐とは独立国ではなくなった我が老がどうしてその仲間になれようかと言って宋や永トの同等の資格で会合に加わった彼が訓命に背いたというので春秋にはその名を省略してあるいよいよ諸侯がえー、っと いよいよ諸侯が血をすすって誓いを行う段となって真と祖とがお互い順序を争った。真の方では「真は申すまでもなく昔から諸侯の長です。真に先立つ国はありません。」と言い祖の方では「以前あなたは真と祖とは同等の国である」と言われました。もし真が常に先立つとしたら祖は真よりも劣った国となります。諸侯の長はあなただけではありません。我々の国も諸侯の長です。という。 真の宿教は長毛をなだめ、諸公が真に従っているのは我が国の徳に服しているので、我が国が諸公の長であるからというのではありません。我が国がますます徳を積めば自然と諸公は浸腹します。諸公の会合には、小国でも第一に近う例はあります。諸は小国で、真のためにつ払いをしたと考えれば、何もそう、腹を立てるにも及びますまい、といった。 そこで長毛も考え直し祖を第一番とすることにしたしかるに春秋には秦が第一番となっているこれは秦に秦があったから孔子が大義名分の見地から旧記録を正したのである神悟の日に宋の平行は大道団結の成立を祝して秦と祖の家老たちを招き主演を張った。 この真の長毛,長毛は屈詣となった。そのクッツは長毛と会話をしながら会話,え会話を交わしたが屈詣の際が勝っていて長毛は応答することができなかったそれで同行した宗教に席を譲ると今度は宗教の人物が優れていたので屈詣の方が応答に苦しいんだ逸湯 <laughs> の日に 宋の平行は諸侯の家老たちと盲門宋の城の盲モ門モの外で再び誓い合ったその席上で曽の靴腱は秦の長部に尋ねた「あなたの国の半分半氏次回の賢明なことは諸侯の間にも定評がありますが実際はどうでしょうか?」「半氏の一家は全く申し分がありません」「国事となれば常に心情を吐露していささかの指針もないのです」「屈腱は曽に帰ってこのことを皇后に申し上げると」 王は死神なく国人に努力するとは見分けた人物である。彼の一家は真の五代の君、すなわち文公、上皇、霊公、聖公,公、慶公に立派に仕え、その君を諸公の長としたと褒めた。屈賢は王の言葉の終わるのを待ち、秦が諸公の長となりましたのにはまだ道理がございます。宗教という賢者が半部氏視界の補佐をしております。残念ながら我が国にはああした人物はおりません。 現在信と戦うのは不利でございます」と功を勇めた信の純栄はついに祖に出向いてまたもや誓いを重ね両国間の和平を厚くした再生と最強という二人の子を残して清の最女の妻が死んだため最女は東格教という女をご妻とし その間に、サイメイが生まれた。えーと、それは。 このあたりのり話ですかね東角京は自分の弟の東角園と連れ子の東武宮とを最澄の執事として繊細の子にあたる彩生を病心だと偽って自分の産んだ妻名を後継者にしてしまった妻生と彩強は我慢しかねて2人の執事を殺そうと刑法に相談する。 刑法はこの兄弟をなだめた上で、自分の執事の路歩別に知恵を借りる。路歩別は、あの妻女は仙君を支持し建て祀った大悪人ですから、その家が乱れるのも当然でございます。妻女の家が没落すれば、生の国は我々の思う存分になるではありませんか、と計略を授けた。 しばらくすると再生最,最強の兄弟は再び刑法の邸宅を訪問した。あなたのお言葉で一時は様子を見ましたがやはりあの二人を殺すより他に私どもの胸は静まりません。よろしいそれほどのご決心ならばお家のためご損不のため結婚しなさい万一の場合は私が助立ちいたしましょう。そこで9月の行進の日に。 二人の兄弟は突如父の家を責め東角園と東武宮等を殺してしまった最長は腹立ち紛れに外に出ると家来が一人もいない人を呼んで車の用意をさせようとするが返事一つない仕方なく禁止に命じて車を準備させやがて刑法に対面した刑法は貴家と我が家とは一家も同様ですお二人のご兄弟はなぜこんな乱暴を働いたか不思議ですがあなたに代わって打ち取ってあげましょうと執事の露歩別に 明治帝軍兵を率いて再生最強兄弟の寄っている最初の邸宅を取り囲んだ 2>, <coughs> 2人の兄弟は初めて刑法の計略にかかったと知って必死となって防ぐ露歩別だけは勝つことができず聖の国民と一緒になってやっと兄弟を攻め殺し家来たちを召し取った時を移さず露歩別は事の趣を最初に告げ手綱を取って送り届ける「最初は我が家に来てみれば」 家は跡形もなく破壊され我が子の兄弟は無残に死んでいるばかりではなく最愛の妻・東括教も一死を遂げていた豪気な彼もすっかり弱くなり自分の運もこれまでだと妻子の後を追って首をくくってしまったただ一人残された妻明は夜の闇に紛れ先祖の墓のほとりに穴を掘り父の兼を納め紳士の日に路に亡命した。 えっと、再生と再強が兄弟。再明は、等角教の子なんですね。あと、連れ子の東部教っていうのはもう、血縁がない人なんですかね再。再家の血縁ではない。うん。はい。再婚ってことだったのかな、奥さんの方もね。はい。えー、っと、まあ、とりあえず、再明は生きていた。 肩を並べていた最初の一家がこうして滅亡するとその後は刑法の時代で正の政治を思うままにしたその大臣の死徒が真に出向いて平行の御前で誓った平行はそのために主演を張る縁が終わって退出する時死徒は死を伏して平行を断いだそれはこのキスイの話ですかうん。 宿教がその様子をじっと眺めながら「首都の家が代々その国で栄えるのも無理はありませんあの行き届いた態度をご覧なさいやがてあの人がその国政を執り行うようになるでしょう」と評した「聖の最初が倉庫を支持した時これは条項25年の嬢に見える新選組が炉に亡命し民間に隠れて密かに倉庫の藻に籠もっていたその屈辱は彼が旧,旧君を忘れない誠実心を知り 特に今年の冬に飯出しそのろうとし自分の補佐役を命じた <K> 冬12月いつがいの1日に日食があった伝日食があったのは11月であるしかるに炉の暦の係がそれを誤って12月と記録してしまった以上 司教国風洋風曹操ネズミこれ A の在位の神が霊なきをそしれるしなりネズミを見るにかわあり人にして義からんにゃ人にして義くんば死せずして何をかせむ。 ネズミには川がある。人に人らしい姿がない。人に人らしい姿がなくては、死んだ方がましよ。ネズミを見るに歯あり。人にしてシーナからんにゃ。人にしてシーナくんば。死せずして何をかまたん。ネズミには歯がある。人に人らしいしまりがない。人に人らしいしまりがなくては、死んだ方がましよ。ネズミを見るに手あり。 人にして霊ながらんにゃ人にして霊なくんばなんぞすむやかにしせざるネズミには体がある人に人らしい礼儀がない人に人らしい礼儀がなくては早くくたばれこの話は どこで出てきたのかというと「神保の日」。での。 十七年のえとこの辺りですね。 理解をするところで出てきたのですがあれ曹操からじゃなくて曹中から読めばよかったんですねうーんと曹操の集が何で出てきたかというと そうそうあここはここはあのあれだこのところではなく違うですね別のところですね。 うーんと。早々オフした。まあ結構初めの方でした。 ネズミ世代にも、ネズミにさえ川もある人は心があるものをな,な,んなんじゃ人で心ないとかえそんなそんならこの世に用はないえー、とそうそうそのそうは見るという意味で人にして礼儀がなければ死んだ方が良いと刑法の無礼をとがめたのである次に誓いのところ 名訳のところで出てくるのは 神保に当たる日ちょっとここを読みますね「神保に当たる日」。神保のところから。 ここから神後にあたる日総公が神祖の大捕を一つ宴に招かれて長毛を神の座に据え一番の客人とされたさてその席で四木が長毛と談合したところが長毛は問いに答えることができぬそこで宗教を肩脇にはべらして問答をさせると今度は四木があしらいかねたまあそういう論戦をして論戦というか。 やってるわけですね。でそのあとですねえとまあ余興みたいな感じなんですかね。でえー、と 四天白雄四星四三四大宿二四席、えー、すなわち院団と公宿団公尊団の七人が丁博のお供にこれ何てもんだろうはべった長毛が七甲姿方が五主君のお供されてこの丁は割とこういう 皇族の人がいつも中にたくさんいますねえー。拙者部をえ超超もですね。手厚く手厚なさること。旋盤片付けの御ざるついては、何卒各お々のおの方には塩を付してご主君ご主、ご主君が賜物なる。この宴を飾ってくだされ。拙者もこれにあって各々各々方のお志を拝見したいと存じまする。ると注文をつける。 それで視点が総中の塩布団。総中国風湘南総中。これ？南国諸侯の大夫の妻がよく礼を持って、自ら防ぎたるを歌えるシナリ。しなり。洋ーたる総中敵的たる。風習今だ君主を見ざれば有心。中々たり。 またすでに見またすでに会えば我が心すなわち下るようよういなごパタパタ旗折相見ぬうちは心悩ましかの難山に登りてここにそのわらびを取るいまだ君子を見ざれば有心、切々たりまたすでに見またすでに会えば我が心すなわち喜ぶえっと 心悩ましい、やっと会えてやっと会い見て心が癒えたここまでですね難山に登ってそのわらびを取る愛見ぬうちは心悩ましいやっと会えてやっと会い見て心が解けたかの難山に登りてここにそのわらびを取る未だ君主を見ざれば我が心痛み悲しむまたすでに見また既に会えば我が心すなわち平らぐ難山に登ってそのわらびを取る その愛みぬうちは心悩ましいやっと会えてやっと愛みて心和んだ。とこのように歌ったので長毛を君子に見立てて振服するという意味で長毛が君子にし振服するとはそうちゅう。 ですね「君子に振幅をするとは良いお心がけ立派なタイでござるただし拙者を君子となされしがそれは拙者が及びなきことでござる」と謝り言った次に白悠が「純子本本」を歌う。 子本本国風要純子本本うずらはぴょんぴょん純子本本これえい,い人が選挙と癌と必遇にあらずして愛,より死を愛従い死をそしをそしりたるしなり。 うずらはこれ本本たり、かささぎはこれ強強たり、人の量なき、我もって兄となす。うずらはぴょんぴょん。かささぎはガヤガヤ。この人でなしが私の亭主です。かささぎはこれ強強たり、うずらはこれ本本たり、人の量なき、我もって君となす。かささぎはガヤガヤ、ガヤガヤ。 うずらはぴょんぴょん、この人でなしが私の亭主です。えーと、すると、己の不平を訴え、長毛に、帝の君と台風方とのごたごたを正しく 正しくれるようにとほのめかした血は原ほのようなこのような歌を歌ったそうすると長母が「慶中の弦は門外へ出さざるのが礼でござるましてここは野外でござれば拙者にはかかることを承ることができませぬ」と白湯の考えが間違っているのを見て詩を返せざるもののごとく答えたあのあなるほどこれ二重の例えになってるわけですね。 本当はそのまあ君臣の勘のことを言っていたんだけどわざとこう慶州の勘だというふうに誤解をして、えー、知らん顔をしたということなのかなと思いますとここをちょっと見ますとここですねえー、とこのさっきの宗中 の歌は孟子の湘南に見えるよ々たる草中ですねえっ、ー、と草中がちょろちょろ獅子がぴょんぴょんとのさが来なけりゃ胸の思いがいやさるとの、えー、さが、えー すんでにご,ござってすんでに会えば胸はカラリと腫れまするすなわち長毛腫を君子に見立ててこれに振幅する志を示したのであるあここを読むのもいいかもしれないですねでえー、と「死天は民草の上に立つ刑であるその人にして君子を愛し謙虚の礼をあえて取ろうとするから善罪と言って褒めたのである」こうですね全善罪 えとで純子本本こちらはどうしてかというと「えー、とうずらが都合て飛べばかささぎも仲よう飛ぶぞ様は要は浮気三昧なそれでもわしらの兄そうなに兄そうなこの詩はええー、人が 神の淫乱をそしったものと言われている。本本と本本とは恩義相通ずるものである。この詩を白勇が付するのは彼に憤怒するところがあって、まあ、怒っていて、長毛に訴え君と大夫とのよろしからざるを正しめんと思うからである。なるほどね。えっ、ー、と、いうことで。えっ、ー、と、諸病。生 これ、都駅のために難航する者の咲のくなりあるいは言う竜をそしれるなりと諸病追いずるきびの苗応報たる諸病陰雨これを潤す悠々たる難航諸白これをねぎろう追いずるきびの苗人となる雨ぞ潤すはるかなる南の枝地駅、まあ、ですね 小白ぞねぎらいたもう。我が人我が蓮我が車我が牛我がすでにならばけだしここに帰らんか。追い車手書き車我が車牛引く人我が枝すでになるいざ帰らばや我が当和が行我が椎和が寮 我が子をすでにならば、けだしここにょせん、我が友、我が御、我が戦、我がつわもの、我が駅、えだち、すでになる、いざ帰らばや。粛々たる社交、小白これを営む、列烈,烈たる静止、切迫これを、小白,白これをなす。 美しき者の枝地、小白ぞ営みたもう。激しき見戦なれど、小白なしたまえり。厳衆すでに平らぎ、川柳すでに住めり、小白なることあり、王の心すなわち安し。腹も沢も静まり、水の流れもすみたり、小白のなしたまえれば、王も見心安らぎたもう。 ええと、ここの最後のところを読んだ。最後、最後じゃなくて、ここですね。粛々たる社交、小白、これを営む。列列たる静止。切迫、これをなす。そして、ここは、 第4章ですね、今のところは「皇后しい社友の御殿は昭白殿の御経営者」「ツア者たちのいかめしいのは昭白殿の御指図任せ」「長母が僧の命における功労を昭白が人を召して社友に御殿を築いた功労に比するのである」そのためこの役はどうなるのかというと。 えと長毛は我が君が神にいますことでござれば拙者のなかなかに及ぶところにあらずと言うた次にさんが宗相の死を付して長毛が徳を称える子教将が宗相これ君子を見るを喜ぶしなりあるいは言うこれ祐王をそしれるなりと 終葬沢辺の桑はしなやか終葬ああたることありその葉だあたることありすでに君子を見るその楽しみいかん沢辺の桑はしなやかあの葉は美しいあの方に会えてなんと楽しいことでしょう終葬ああたることありその葉よくたることありすでに君子を見るここになんぞ楽しまざらん 澤部の桑はしなやかその葉は若々しいあの方に会えてなんと楽しいことでしょう周祖ああたることありその葉言うたることありすでに君子を見るその特意花甚だかたし澤部の桑はしなやかその葉は色深いあの方に会えてさても愛情のあるお方 心に愛す何ぞ告げざらん中心これを治む何の日かこれを忘れん。愛していますよ言わずには折れません。お慕いしています忘れなどするものですか。そしてですね。 桑の木の若々しいがその葉はみずみずしいばかりんでにとの差が起こしなら実にどんなにうれしかろうまっことどんなにうれしこううれしかろうあな,なんかちょっとこう独特の仮名づかいですねえ。分子の徳は桑の木の若々しいごとく桑の葉のみずみずしいごとく美しかったそして宋の誓いにて やわら,、えー、らかな手綱でたけき馬を御するがようによくもそう見事にあしらいなされたこのような意味を子さんが志網、えー、に言ったのである長,長毛に言ったのである。なのでそのでそ答えとしては 長毛が徳を称えこの度の誓いにて柔らかな手綱もて武器馬を御たことをおのめかした長毛が拙者はその最後の賞を申し受けとうござると提唱に言ったその最後の とこ,ろはここですね。愛していますよ、言わずにはおれません。お慕いしています、忘れなどするものですが。心に愛す、何ぞ告げざらん。中心これをよしとす、いずれの日かこれを忘れん。うん、さっきちょっとチェックの箇所が違ってたね。えっ、ー、と、資さんが言ったのはここ、はゅうそう。 そして今からは野犬満層のところ。野犬満層、司教の帝府野犬満層。これ陰本のしなり、男女時を失い、着せずして、帰せんことを思い、これを作るしなり。のの、つる草に。のに満層あり、霊路単なり、美なる一人あり、西洋縁たり。 開口愛をお、愛王て我が願いに可能の野の鶴草に、梅雨はしとど。美しいあの方、目元涼しく、ひょっとして会えたら、願ってもないこと。野に万相あり、霊路上々たり、美なる一人あり、援助として静養なり。開口愛をお、愛王て死と共によし。野の鶴草に、梅雨はしとど。 美しいあの方しなやかであでやかひょっとして会えたら仲良くしましょうまたつやっぽいのが来ましたねそれでこれは「君子に」 君子に会い、日頃の願いが可能たことをほどめかした。長毛がそこをもとのおかげでござると言った。なんでそうなるのか。まあ、会いたいわという歌だったのでそうなるんでしょうかね。えっ、ー、と、これは、えー、孟子の帝フに見えている。原の八重むぐらというものかな。梅雨がしとどで雨が降る。若い お方のただ一人色ようて小粋な作りひょんな縁からついつい大手一目ですっかり病みついた病みつきになるってあそうか病みつくってこういうことかはい今日長毛に大手日頃の願いを達することができたと四大祝が言ったのである「野満走のに万草あり鶴る草ありお鶴たんたり美なる一人あり西洋縁たり」。 開口にあい我が願いにかなえり。はい。で次ですね。次は、東風。四郷国風、東風の支出。航路に。これ、真の気候が。 剣にして礼に当たらざるをそしれるしなり。失出道にあり、年ついにそれくれん。今我楽しまずんば、実月それさらん。花肌、休んずることなかれ。え、花肌、休んずることなかれ。元としてその今日を思え。楽を好みてすさむことなかれ。漁師くくたれ。コオロギが家に入り。 年も暮れようとする。今のうちに楽しまなくては実月も過ぎ去ってしまうしかしあんまり楽しむなまずは生活が第一だ楽しんでもすさんではならぬ良い男は注意深いものだ失出どうにあり年ついにそれゆかん今われ楽しまずんば実月それゆかん 花だ休んずることなかれ元としてその他を思え楽を好みてすさむことなかれ漁師経経たれコオロギが家に入り年も暮れようとする今のうちに楽しまなくては実月も過ぎ去ってしまうしかしあんまり楽しむなまずは周囲のことも考えよう楽しんでもすさんではならぬ良い男は用心深いものだ支出どうにあり駅舎それ急戦 今我楽しまずんば実月それすぎん。はなはだ休んずることなかれもととしてその憂えを思え楽を好みてすさむことなかれ漁師救急垂れ。コオロギが家に入り農事の車もしまい込む。今のうちに楽しまなくては実月は過ぎ去ってしまう。しかしあんまり楽しむな。まずは心配事がないように楽しんでもすさんではならぬ。 良い男は落ち着くものだというところコオ,オロギが鳴く声聞けば年の瀬間もない今日の日を浮かれて暮らそう明日の日は世話しないぞ 世話しないぞえ。浮かれても程よい頃に、物が分を忘れまい、遊びた、遊びたわけて、拉致外さぬように、足元用心するが良い男。えーっと、ですね。失縮どうにあり、ついにそれくれる。今われ楽しまずんば実月、それさらん。すでに花だ楽しきならんにゃ。 諸としてその虚を思わん額を好むともすさむことなく漁師拭くたり「えー、とせっかくえ折から終焉竹縄であるゆえに院団公尊団の薄るところのものはこうであった嘘は誓ったといえどもなかなかに油断はならぬされば用心が寛容である」と院団が言ったのである。 <laughs> なるほど、そこまで深読みをしないといけないうん。するとえっ、ー、と「印南が紫臭の詩を伏して用心が寛容であることをほのめかした。 長毛が「さりとは見事な。お主は家の中席末頼もしゅうござる。」と言った。すると高尊団が倉庫を伏して長毛はえっとこれが最後ですかね。どこまでかな。 こ,こら辺まで,ですかね聖が倉庫飛び交うがこれ竜王そしるのしなり高校たる倉庫王たるその羽あり君子楽所たり天の子を浮く飛び交うが 輝くその羽、馬人は楽し、天の幸受けん。高校たる倉庫、王たるその首あり、君子、楽所たり、万法の兵。飛び交う怒るが、輝く首の羽、馬人は楽し、万法の守り。これ兵、これ官、百壁乗りとなす、納めざらんにゃ、し島ざらんにゃ、福を送ること、大からざらんにゃ。 国の守り,守り人父え桃君の,のりぞ。柔らぎ慎みて幸こそ大き事故恐れ窮たり死守ここに柔らかなりかの交わりおごるにあらず万福来たり求む酒きゆるくめぐり馬酒味よし侮らずおごらず 幸ぞ集ま鳳尊団が倉庫の詩を伏して長毛が縁竹縄にして異議を乱さざることを即に称賛した長毛が品種の交わりが礼儀作法に可能て 無作法なければ福録は求めずして我が法に参らずにはおりませぬ。この倉庫の訴訟終わりの章を出生を心がけて守るならば福録を断りて受けまいとしてもそうはなるまいことと存ずると言った。えーとあごめんなさい。そして 先ほどのコオロギの話は善罪とこうやっぱここも言ってて、えー、とこの失出の死を伏して有志の憂いの深淵になるべきことを言ったので各言ったのである油断せねば家は数代にわたることができ家を保つの主主主とは家の礎であるという。 我望みありとは長者が勝者に若い者に言う言葉で末え頼もしい人の意味であるで倉庫はえっ、ー、と倉校たる倉庫縁たるその羽であり君子の楽しめる天の幸いを浮く倉庫の鳥が飛び交うてかわす翼のさても見事な 上様,上様方の遊興三昧で神様の幸せお授けじゃすごい役が役え長毛が用て意義たがわずその天よりの福録を受けることを称しているされば長毛は倉庫の死の出生をもって答えとする最後の章というのはえっ、ー、とこの 事故をそれ曲がれり、その死守それ、十なり柔らかなり、かの交わり、溺れるにあらず、万福来たり求む、角の立った杯酒は口当たりやんわりと、月ように作法があれば、万福自然と集まり来たる。えっ、ー、と、共に礼儀をわきまえて長く福禄を保たんことを示したのである。 ところが、えー、とそのあと、ね、の,後のがちょっと不穏な役になっていたのはやがて振る舞いもお開きとなって から文子長毛が宗教に吐く夢は間もなく忠誠られることでござると申すのは死というものは己の志を述べるものなるに彼はその上を強いて亡きことをありげに申し万、えー、座の中にて公然と君を恨むるの心を示しこれをもって自国の不一致を嘆く意図客人型の国の一致を 羨む意図をほのめかしそれを持って客人の面目と致すようでは長持ちするがはずがござらぬきっと忠誠られまするもし出奔い致すことができればもののけのもっけの幸い <laughs> もっけの幸いでござると言った宗教が仰せの通り彼キャツメ彼目甚だ傲慢でござる。 下世話に五年とは持たぬと申すのは彼のかの人のことでござりますると相づち打った文子が、えー、まあこの辺はなかなかこう一筋縄ではいかないですねうんと ここ、えーまあ、ここから「白雄が横島であったため君主から大夫方までこれをよく思っていない」「白雄は身から出たサビであるにかかわらずかえって君主と大夫との横島なることをほのめかしているだからその上を死うと言ったのである」「公は公然として」の意味「徳に停泊」帝白「時に停泊」「長も」「定の六景が」 一つ縁に連なっていた。その前で恨みの言葉を述べるので、えー、恨みを公にすると言ったのである。京王の席において死を伏しその徳を非して品格に対する引き出物とするのが定,定めである。白雄が帝の君と大夫のよろしからざるを言うて真の君臣のよろしきをほのめかして長毛を飾り立てんとするがゆえに、えー、もっと 品の絵をなすというのであるうんはいえー、と「知教体がきスい。酒にえいたり」 これ「好意に断るしなり」「すでにすでに酒をもってし、すでに悪に徳をもってす。君子は晩年、何時の径服を大いにせん。酒に得いたり、徳に飽きたり、君は千歳に大きさちあれ。すでに酔うに酒をもってし、 何時の魚すでに行おこのう、君主は晩年、何時の証明を大いにせん。酒にえいたり、魚はうまし、君は千歳に、輝きいませ。証明、魚になることあり、功労にして終わりを要す、終わりを要するに始めあり。公私、過酷す。輝き通れり、まさきくいませ。 末めでたしと神告げたもうそのつぐるこれなんぞ変と成果なり大悠の助くるところ助くるに意義をもってすつぐるは何ぞお供え清らか荒からも助け意義もよろしゅう意義ははだと時なり君子公子あり孔子乏しからず長く何時に類をたもう 意義優れたり、君には講子君には恵み、良き恩子はらんその類これなんぞ、失家のこんなり、君主は晩年長く素因を保う。良き恩子は何家の幸とぞ、君は千歳に、見据え癒やさか。その因これなんぞ、 天汝に六を子らしむ君主は晩年敬明つくことあり。未末はいかに。神の御恵、み、君は千歳に、幸はいやちこ。その僕、これなんぞ。汝に女子を後。う。汝に女子を与えて、従うに尊子をもってす。いやちこなれや。巫女、賜らん。 良き御子給え馬子の世まで以上28年 K28 年春氷出し夏 A の赤薬いでて芯に走る樹脂来腸数秋8月太臼中村欠芯にゆく冬正の慶鋒来本数十有一月高を祖にゆく 十二月行院天皇法図いつび祖師祖師将出世伝二十八年春氷なし獅子曰く今年想定それ上か在世紀にあり思考して元教に因すもって時祭あり因用に耐えざるなりだ量に乗る量は想定のおしなり想定必ず上下 元凶は中を虚にするなり今日は甲の名なり度虚して民甲す民甲す上えずして何をかなさんと夏成功沈降最高北園北園博古氏紳士白敵紳に長子宋の誓いのゆえなり成功まさにゆかんと寿司に刑報曰く 我は誓いに預からざりしに何をか真になさん、沈文はく、ことを先にして会を後にするは礼なり、生の代に都うるいまだことを得ざるもこれに従いて志のごとをするは礼なり、誓いに預からざりしかどもあえて真に曽むかんにや、長久の誓いはいまだ忘るべからざるなりしそれ功を務めよと、栄誉と年始の党を問うず、 故に薬入れて神にて走鋭日とその重子方を立てもって赤子の死を祀らしむ礼なり中の桃子来朝するは時のことなり秋八月太夫するは日照りせしなり最高神より帰りて邸にいる邸白これを強制しに継せず資産いわく最高はそれ免かれざらんか先にそのここをよぎりしとき君視点を指定さて 来て当門の外にねぎらわしめしにおごれり我家らくなおまさにこれを改めるならんと今帰り今日を受けて怠るすなわちその心なり小国に君とし大国に仕えて駄語をもって己が心となさば旗たすることをえんやもし間抜かれずんば必ずその子によらんその君たるや因にして父たらず今日これを聞く。 かくのごときものは常にこの災いありと「猛紅白心にゆく」「まさに僧の誓いのためのゆえに祖にゆかんとする」をつぐるなり最高の心にゆくや定白勇気として祖にゆかしむ官に及ぶそして功を返して曰わく僧の誓いに君実に自ら片付けのおせんと今ごしきたるかくん家楽ごししばらく帰れ 我まさに実をして走りてこれを真にとわしめてもってつげんとすと死体祝いわく宋の次回に君命えづらくまさに小国を利してまたその社職を安定しその民人を沈むして礼をもって天の幸いを受けしめんと俺君の権礼にして小国の望みなりかくんこの故に起スしてその疲弊をほぜずしめ今年の安からざるをもって 今しむ今執事名ありて曰く何時何ぞ精霊に預かることかこれあらん必ず何時の君をして何時の胞子を捨てて参戦を抜消し僧侶を模範してもって君の心を心ようせしめようと小国はまさに君をこれ望まんとすあえてただ名これ聞かざらんやすなわち名裁の源にあらずして もって君の徳をかきて出事不利あることなからんにゃ。小国これ恐るしからずんばそれ何の労かあえてはばからんと死体宿帰りて復命し死天に告げて曰わく祖師はまさに死せんとすその正徳を治めずして諸公を丹埋してもってその願いを心要せんとすひさしからんとおすとも縁にゃ。 収益にこれあり。服の意に行くありて、曰わく迷うて帰る京なりとはそれ、阻止を言うか。えー、服、う、いん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 。下だけがう。衣は、いん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 、よう。上と下がう。 曰く迷うて帰る今日なりとはそれ阻止を言うかその願いに帰らんと欲してそのもとをつつ復帰せんとするにところなしこれを迷うて帰るというよう今日なることなからんや君それゆけそうを送りて帰り持ってその心を心ようせしめよそは十年に近からずんばいまだ諸行を売れ売ることはたわじ我れすなわち我が民を休めんと い曰く今年終央及び祖師皆まさに四とす。斎その字を捨てて明年の字に両祭持って長道外せり柊祖これに足と九月帝の勇気ず真にゆきてまさに祖に長して持って宋の誓いに従わんとするを継ぐ。資産停泊を助けて持って祖にゆく宿りて段を作らず 外いいていわく昔戦隊府の千君を助けて四国に行けるには今だかって段を作らずんばあらずこれより今に至るまでまた皆これに従えり今しは宗者すなわち不可なるなからんにゃ四三いわく大将に行く時はすなわち段を作る将代に行く時は卑衆も宿るのみ何ぞ段を持ちん今日これを聞く大の将に行くは語尾あり その罪霊を許しその過失を許しその祭感を救いその特権を称しその及ばざるをし得るなり小国苦しまず回復することを期するがごとしこの家に段を作りてもってその功を明らかにし公人に宣告して特に怠ることをなからしむ「小の代に行くは御悪ありその罪霊を解きその足らざるをこいその政治を行いその職行を教しその自明に従うなり」。 しんばすなわちその平白を思うしもってその幸いをがしその今日をとむろうなり皆小国の災いなり何ぞだんの作り手もってその災いを明らかにするをちい子孫に次ぐるゆえんな災いを明らかにすることのうしてかなりと生の刑法狩りを好みて酒をたしむ 慶者に祭りごとを与えすなわちその内耳ともって露歩兵士に移りうちを変えて酒を飲む数日苦に移りて調す諸々の亡人の賊を得たるものをしてもって告げしめてこれを返す故に露歩器を返す気獅子に死んだり蝶あり俺に目合わす慶者の死露歩器に言いて曰く男女性を弁ず死うを避けざるは何ぞや曰くくう世を避けず 世一人なんぞこれを叫ん。死を伏するにも章を立つ。世は求むるところを取らんとするのみ。なんぞそうを知らんと。木、王家を言いてこれを返す。二人皆、平せらる。進化をとりてこれを先行せしむ。公然は日に、宗慶なり。用心、ひそかにこれにかうるにアヒルを持ってす。魚者これを知り、すなわちその肉を捨てて、その木を持って送る。死がしび、怒る。 刑法、露歩亦曰くこれを例えば近従のごとし我これに新書せんと石器法をして安平中に告げしむ平中曰く A の衆は用いるに足らざるなり地は世をはかるなり元はあえていださじ時効をありてかあなりしか曰く死の元に言うまた何ぞ誓いを用いんと 死者に次ぐ死者曰く人おのおの持って君に救おることありさがようするところにあらざるなりと陳文氏漢視にいて曰く災わわいまさに起こらんとす我それ何をかえん答えて曰く慶子の気白者を僧にえん文氏曰く慎み守るべきのみと露法慶王家慶子を責めんことを目し志士に長,長を示して曰く ある人、あだを責めんことを牧す、あえてその蝶を剣ず。獅子曰く、加担、千代民と、冬十月、刑法来に狩りす、陳武、従う、従う、従う、平心、武士、これ、文士、これを目指しむ、皇帝曰く、武の母、病平なり、こう、帰らんと、景気、これを牧し、これに蝶を示して曰く、至難と、 木を放じて泣くすなわち帰らしむ、軽死これを聞いて曰く災いまさに起こらんとすと、死下に言えらく速やかに帰れ、災いの起こらんは必ず生においてさえ、帰らばなお及ぶべしと、死下聞かず、また改める志なし、死息曰く滅びん。幸いにして五月にあることを遠と、沈潤、水を渡りて船を破り、橋をこぼつ。 炉砲を木に言いて曰く、断りて彼に告げずんば、必ず形と、木これを告ぐ、日曰く、風刺はもとれり、これをとどむることなくんば、まさにいでざらんとす。我、こう、これをとどめん、木曰く、抱くと。11月いつがい大公の病に称す、経者ことにのえっ、ー、と、望まんとすでいいかな。 牢をこれを告げかつこれをとどむ聞かずいわく誰かあえてせんものぞとついに入れてこうこうに行く前へ片代となり経血条件となる牢狸王家進化を取り慶氏その功をもって公共を巡らす陳氏法師の漁人雄を成す慶氏の馬はよう驚くし皆功を解き馬をつかねて酒を飲みまた雄を民として漁利に至る。 鎮法の音、警視の子の功を返し守備、死び、覚悟を抜きて扉を打つことを見たび、牢獄後ろより獅子を刺し、王家、矛を持ち、これを打ち、その左見を解く。なお、病角を取りて、網を動かし、書庫を持って投げて、人を殺して後にしせり、ついに慶女前を殺す、功を恐る。 王国曰く軍神は君のためのゆえなりと陳守む功をいて帰り服を脱ぎて内宮に行く刑法を変える乱をつぐる者に王帝外正門を打つ勝たず帰りて北門を打つこれに勝つ入りて大宮を打つ勝たず帰りて額に陣し戦わんとこう許さずついに来本し車を寄武しに剣ず美にして光あり持って鑑みるべし天宗宿これを見て曰く 車はなはだ光あれば人必ずかる。無兵なりその滅びしこと等。祝孫牧師刑法に喰らわしむ。刑法、犯罪す。牧師よ喜ばず、こうしてこれがために帽子を生せしむ。また知らず。 すでにして、聖人を来たりせむ、五に走る。五の公よ、これに主法を後お、その俗を集めてこれにあり、おり、その旧よりも止めり、私服啓白祝尊に言いていわく、天ほとんど隠人を止まさんとす。刑法をまた止めり、牧師いわく禅人の、止めるこれを小と言い、隠人の止めるこれを災いという。天それこれに災いするなり、それまさに集めてこれを尽くさんとするならんと。 岸天皇邦図、いまだ来たり告げず、いまだまたいまだ処せざるは礼なり、祭祀の乱に軍公祖を失いり、ゆえに公所路にあり、祝尊戦縁にあり、か公徳の宮にあり、軽子が滅ぶるに及び丁寧なこれを召し、その器用を備えてその優を返す。安氏に拝殿のその日、六十を後を受けず、備曰く、 富は人の欲するところなり何ぞ一人欲せざる、答えては空警視の優は欲するに足る、故に逃げたり、我が言うは欲するに足らず、これにまつに、拝殿を持ってせばすなわち欲するに足らん。欲するに足らば逃げんことを非いなけん。外にあらば我が一言をも採するを得ざらん。拝殿を受けざるは富を憎むにはあらざるなり。 富を失わんことを恐れてなりかつそれ富は富白の幅あるがごとくにしてこれが精度をなして移ることなからしめんとすそれ民は制圧してよう理あらせんとすここにおいて正徳もってこれを限り出満することなからしむこれをふ利りという理優ればすなち灰をなす我あえて王旗を貪さぼらざるはいわゆる服なりと 国格差に u 六十を後をこれを浮く志賀に U を後う王を大きおじして少なきを浮く守備に U を後を受けてようやくこれを返す孔をもって忠なりとなすゆえに長あり露胡鐵を北京に放つ最澄の死を求めてまさにこれを陸戦とすれども会えず畜孫牧師曰く必ずこれを縁武王は乱心十人あり最澄はそれあらんにゃ 十人あらずんば持って葬るに足らずとすでに指定祭司の真曰く我にその強壁を与えば我その旧を健全とここにおいてこれを得たり十二月逸外い作聖人、と宗公の品を大心に移しその勘を持って最長真にさらす黒人らをこれを知り意味ない枠祭司なりと宗の誓いのためのゆえに公宗公鎮公帝白巨壇とそに行く。 孔邸によぎる邸白あらず白雄て郊外にねぎらいけせず黙熟いわく白雄邸に積みせらるるなくんば邸必ず大急あらん邸は民の主なり叱るをこれ捨てば何をもって昭主戦邸人当然ずんば必ずその罪を受け邸宅のあも公領の貧相もこれを喪失に置き騎乱これを司るは邸なり邸なり鈴部賢にゃ に及ぶ。その孔を出す。孔帰らんと発す。宿,宿中昭博曰く。我は祖国のためなり。兄一人のためならんやゃ。け。私服啓博。君子は陶器おもんぱかりあり、精進は近きに従う。帰還だも憂えず。誰かその後を憂うるにいともあらん。しばらく帰らんにしかず。熟存牧師曰く。 祝中誌はこれをもっぱらにす祝福誌は初めて学べるものなり衛生博いわく遠く測るものは中なりとこうついに行く宋の生術いわく我は一人のためなりそのためには争るなり期間をも植えずして誰か要素をグレンしばらく帰り民を休めその 君を立つるを待ちてこれが備えをなさんとこう、ついに帰るその靴券出す。長文し、これにもすること透明のごとくす礼なり王人来たりてもを継ぐ王日を問えば後院を持って継ぐゆえにこれを処す過ちを明らかにするなり以上公領の品相もとかも 言われて「死だ」とか思うようになったのが私の収穫でしょうか今回のそれは約分28年計28年の春はあまりに暖かくて氷が張らなかったで28年の春炉では氷が張らなかった この事実を占ったどの家老の指針は今年はうと帝都にきっと飢饉があろうと予言した。k 夏になって A の赤薬が真に亡命した。でん去年諸侯がそうで誓って真相のいずれかに従う国々は交代にそれぞれ両国にお目,見お目見えしようと約束した。この約束を守って今年の夏になると清鎮彩 億円、貴、子、新、白的、石族の白的などの君たちが真の平行にお目通りした。聖の傾向がこのために本国を出発しようとすると、警報が還元した。我が国はそうの誓いの席に出ませんでした。それですから真の平行にお目見えする必要はなかろうかと存じます。いや、それはいけません。と、ひとたび。 他国にに亡命して、てやがが立ち返った陳文氏が言ったた。言国として大国の君に謁見する儀式は最も大切であります。小国の私たちは大国の真に使いながら宋の介護に劣籍しなかったのでそれを食いなければなりません。しかるにそれを口実として礼を書くのは私は大反対であります。今日すぐにも真に出向いて双心のないのを示すが本当でございましょう。とそこで、正の傾向は陳文氏の意見に従い、真に向かって出発したのである。 A の人々がネイシの与党を罰することになった。過労の赤薬は自分にもその手が伸びるかと心配し、A を去って真に逃亡してしまった。しかも赤薬の祖先の赤作は、A に対抗あった人物である。人々はその後を絶やすに忍びないと考え、赤薬の老いの方に後目を継がせた。これは礼にあった行為であった。K、中の君が牢を訪れた。デン 中の桃子がロ、えー、へ来庁した季節の変わり目の挨拶であった夏8月秋ですね秋の8月に雨乞いの式が盛大に行われた伝夏の間少しも雨が降らなかったので秋になって盛大な雨乞い祭りが行われた際の恵光が真に出向いたきと帝の国に立ち寄った 帝の観光はそのために主演を張ると席上で稽古の態度は全くぶしつけであった帝の資産はその様子を見守りながら先に稽古は真に行かれる際にも我が国に立ち寄ったが今と同じくどうもご態度が上品とは申し上げかねた一体小国の君が大国に仕える身は常に油断が禁物であるがあの君には少しも反省というものが見られない世間の噂でご子息の奥方,奥方と 不義密通されているととのこと必ずご子息のために近いうちに死持されようと評した果たしてえ上皇30年にこの予言が実現されたのである K 炉の中尊傑中が真に出向いた伝宋の地で行った同盟規約に従って炉の上皇はその皇后に越しなければならなかった そこで真の了解を得るため中尊決を真に使わしたのである。西の恵光が真に出向いたと同じ頃、帝の官公は悠吉、死体宿悠吉を死者として祖にゆか、えー、し床めた。悠吉は冠水まで行くと、その人々が入国を差し止めた。 宋の地で行った同盟の規約によれば帰国の主君が直接参られることになっております代理のものは認められません我々の方から早馬で帰国に問い合わせ果たしてあなたのご主君が我が国に参られるかどうか判明した上でないと入国は許せません宋の規定は我々の主人も存じておりますというキ吉は答えたしかしながら我が国は目下基金で主人は国の安定に全力を尽くし 私に命じて特に代理と、えー、代理となって絹や衣を帰国に献上いたさしめたいのであります。えー、決してうん決して主人が帰国を軽視したのではありません。そうして帰国した悠吉は早速に視点に向かいその功をはまもなくなくなくなるでしょう。政治よりも徳よりも。 ただただ諸侯に意を示したいことのみ考えております」と予言をした9月になると帝の悠吉が真に出向き我が国では宋の地で行いました規定を守りこれから宋にご挨拶に参りますと了解を求めたそれが終わると帝の資産が漢口のお供をして宋に行った宋の郊外まで来て特に野宿をする宿泊係が怪しんで 今までこうした場合には必ず土を持った段をこしらえるのが例であります。今度に限ってなぜ野宿,野宿をいたしますかという。それに応えて資産は「段をこしらえるのは大国が小国を通った時に限ることだ。小国が大国に出向く場合には野宿で結構なのである。一体大国が小国を訪ね,ねる時には五家条の美事がある。 犯した罪を許し過失を咎めず災難を除いてあり懲罰を正し行き届かない部分を教えてやるこの故に小国では大国の恩を感じて暖を作りその子を記念するまた小国が大国に出向く場合には五か条の面倒事がある罪を申し開き行き届かねば行き届かぬ部分の指図を受け万事命令に従い貢ぎ物を献上し 定期にご機,をご機嫌を伺わなければいけない。だから決して記念の段など作る必要はないのだ。と言い聞かせた。慶 <K> 冬になると、聖の慶法が炉に亡命した。伝 清の刑法は寮が好きで大酒飲みでもあった政治方面の仕事は全て我が子の慶者に任せたきりで自身は家財調度の一式から最小まで残らず連れて露法別の邸宅に引き移り最小を交換したり主演を張ったりして日々を遊び暮らしているしかも彼は自身に敵の多いことを十分知っていたので国を立ち退いたもので力量に自信のある男は申し出次第で召し抱える旨を触れ回った 先に倉庫の家来であった老婆旗がたまたま賊を捕らえその力量を認められて帰参して鶏舎に仕えた鶏舎は非常にこの男を愛して娘と夫婦にさせる鶏舎の謹慎がとがめた「同性目とらず」というのは古からの規律なのにあなたはそれを破られましたなあにこっちから持ち込んだ縁ではないしそんなことは問題にしないよ 彼はひそかに宗公の敵を討とうと考えていたので一方には鶏者と縁続きになって慶報一族を安心させ他方には志を同じくする王家というものを推挙してこれまた帰参させたお上から過労に賜る朝食は一日に鳥2羽と決まっていた。 えーと近頃は慶峰一族がわ,ままわがまま勝手に振る舞うので料理番もそれを見習い鳥は自分が取ってアヒルをその代わりとした給仕も給仕でアヒルの肉を取って汁だけを差し出した慶峰の孫にあたる滋賀と市人がこうした傾向も元はといえば慶峰一族が先見だからだ刑刑法、えー、と非常に憤る。 刑法は早くもそれと悟り、両人を殺そうと、まず、路方別と相談をする。わけないことです。獣の皮を剥いで、敷物とするのと同じくらいの手数です。と、路方別は答えた。次に、安平中に相談をする。すぐに刑法のもとに駆けつけて。私の子供はお役に立たず、残念ながら私自身にも良い知恵がありません。 しかし私は決してこの胎児を口外しませんからご安心ください。誓ってもよろしゅうございます」と腰の刀に手をかける。慌てた刑法は今のお言葉が何よりの証拠です。特にチコアウにも及びませんと押しとどめた。過労の骨格使者に相談する。私はそんなお話を聞きたくもありません。と一言の元に拒絶された。新聞紙がこの陰謀を探り知って我が子の監視えすなわちブーに向かっていった。 大騒動がやがて起こるがどうしたらよかろう刑法一家の材木で大きな家ができますよお父さん声が大きいぞお前が刑法一家を憎む気持ちは分かった当分は蹴取られるな言いにくい蹴取られるな冬十月になると刑法は来の地に狩りを催し監視が随行を命ぜられた来の地に着くとすぐさま父の陳文師から引き返せ との使いが立った。監視は刑法に向かい母が渋滞でございますどうかお暇をくださいと偽りを言うそれを信じた刑法は占ってみて気の毒ながら助からぬと告げる監視が死ぬように泣くので刑法も暇をくれた刑法一族を討ち取ろうとの計画を耳にした同族の刑事は 思わず「これは一大事だ」と叫び「刑法に向かって死去お帰りください私は不吉なことを耳にしました多分秋祭りの日に実現しましょう今すぐ帰られればそれに間,間に合います」とせき立てるが彼は聞き,流して聞き流しにして腰を上げようともしない「ダメだこのままではお家断絶だ」と天を仰いで打ち嘆いたさて監視は刑法を欺いて帰り道に橋と船とを壊しておく。 今は炉砲紀の妻となった営者の娘炉砲鏡が夫に向かって「あなたは何か大事なことを私に隠しておられます。夫婦の間で隠し事があってはなりません。私は心配でた,たまりませんからどうか打ち明けてください」と書きくどき夫が千君宗公の仇を討つために営者を殺そうとしている計画を打ち明けられると「父は天の弱で誰かが引き止めぬと出てまいりません。 私がその役をいよいよ11月危害の日に祖先の病で秋祭りが行われた経営者は無論それに出席しようとする娘の炉宝卿が「不吉な噂があります」今日はおしなさいませと懸命になってとどめたが「自分の命を狙う大胆者はこの国にはいるはずいるいないはずだ」と鼻の先で笑いながら出席した。 ホ花と,とは常にそのそばをも離れ,離れずに警戒する様子を見せ一族郎党はずらりと美容を取り巻い,いて守護する鶏者はすっかり安心して余興の茶番を面白そうに見物しているそのうち機械を捉らえて守備が小槌小槌で三度戸口を叩いて合図するホキは鶏者のそばに忍び寄り不意に刀を取って刀を振るって切りかかる牢花は をを振り上げ、左肩をザックと切る。強力無双の傾斜は痛手にも屈せず廟の角にあるたるきに手をかける見る間にゆらゆらと胸が揺れ瓦が雨と降ってきたなおも手当たり次第の物のを投げながら何人かを殺して死んでしまった秋祭りをつかさどっていた聖の傾向は一瞬に修羅,修羅場修羅場と変わったこの場の様子に蒼白となった過労の報告が「 心配は遊ばしますなお国のためを思う忠義な人々が悪人を滅ぼしたのでございます」と稽古を落ち着かせ新聞紙が王宮にお供をして財布を脱がせさらに奥の内殿にお連れ申し上げた来の地からの帰り道で慶峰は早飛客からの返事の荒ましを聞き取った帝外の日に慶峰は正の正門を破ろうとして失敗し さらに北門かからら王宮までで押し寄せなながが勝つことができなかったそこで一旦それを引き上げ「額国土のある町額に陣取って決戦をしようと申し送る」。城内からは何の返事もなかったのでやむを得ずそのまま炉に亡命した。A、を去り炉に現れた刑法は家老の喜武に常用の車を送った。 それれががるる立派で姿が映るほどよく磨かれてい炉の家老の天宗卿がその車を眺めて探索していった「実に立派な車だ立派であるだけ国民は痩せたわけになる彼が生にいたたまれなかったのも無理はない」と炉の祝村牧師が刑法を食事に招いた態度が非常に不尊である死を歌って安にそれを非難したがもとより刑法に理解できるはずはなかった。 そののううちににから刑法の身柄を引き渡すように厳しい催が来る刑法は炉にも落ち着けずに後に亡命する炉で主法の地を賜り一族を集めて昔以上の栄華を尽くした炉の私服啓白はそれを不思議がって祝孫牧師に尋ねる大悪人の刑法が再び繁栄するとは天は無道の人に味方をするのでしょうか 善人が幸福になるのは天がその行動を褒められたからです悪人が反映するのは天が大きな不幸を与えるためです無道の刑法の一族を一つ場所に集めそれから根こそぎ滅ぼそうと天はおぼしめしたのでしょう公宿尊牧者は答えたその予言通り将校四年に刑法は殺されるのである騎士の日に将の霊王が放ぜられたまだ正式の通告が になかったため春旬には記録されていないこれは当然であった先に姓の宰女が健康を擁立した際王族たちは大部分出奔してしまったそれらのうち公所が論に宿存館が円に家が高徳の丘にそれぞれ住んでいたが今や姓では宰女と刑法との一家が全滅したためこの人々はいずれも召し返されて本領を賜ったやがて 論功交渉となって安平中には拝殿の都とそれに付属する、えー、土地60箇所を稼働するごそがあったけれども彼は土地を多く持つと心が乱れると言って辞退した北閣死者へも60箇所の仮蔵があったこれは慎んでお受けした志賀は目立たぬほどの領地を特に望み市備は一旦頂戴した上で心を見計らって返上してしまった またロホベ別は北部国境から追放された最後に人々は最初の屍を探し出して晒し物にしようと考えたがどこに葬ったのか分からなかった祝尊牧師があの男に心から忠義を尽くした者はおりませんしるしばかりの葬式にせよ十人ほどの人数が入用ですからその者どもを探して口を割らせましょうとの意見を出した果たして最初の家来が 私に褒美をくださるならばお教えいたしましょう」と申し出てその屍を手に入れることができた12月逸い,いの日に生の人々は改,改めて倉庫を祭り最初の屍を町に晒し者とした「最初は27年の9月に死んだのであるから今までに13ヶ月も経ている腐敗した屍を一人一人が見分けて「最初にそういない」と口々に言い合った。 1 1月に入るとロの上皇が蘇に出向いた宋の地で行った同盟規約に従ってロの上皇はえー、と 陳帝居の君たちと連れ立ってソニー挨拶に出向くことになった上皇が帝に立ち寄るともはやその君は発足して留守であった家老の白雄が黄河のほとりまで出迎えて主演を張る12月になっちゃうけど変だなどこなんだろう えっとその時の態度が無礼であったためこんな不謹慎な男はやがて中されましょうと牧宿が評した「冠水のほとりまで行くとその皇后が亡くなった」との通知に接した。 そこで議論は二つに分かれて争ったが結局後々のことを考えれば出向いた方が良いとの論に落ち着いて上皇はそのまま蘇に出かけた一方蘇の少女は蘇の皇后が亡く,亡くなられた以上出向く人はありませんと主張し蘇の平子に申し上げて一緒に引き返してしまった蘇の国政を取っていた空津賢が死んだまあここら辺ですねはいえっ、ー、と これは、えー、真の長文子はまるで同盟の国々の人々のようにもにこもったこれは礼にかなっていた K 12月降印の日に州の礼王がほぜられた同じく逸日の日にその皇后が亡くなったこれ27。 でですねここですねねここ周の霊王が大勢られ逸尾の日にその皇后が亡くなった。でん周の霊王が大勢られたのは11月棋士の日であった。えっ、ー、と11月棋士の日。 11月たたたうん、まあちょっと省略してえー、と「しかるに死者がロに来て12月降院に亡くなりました」。 22日間も遅らせて勝手なことを通知した過失を凝らす意味で春秋には故意に死者の報告通り12月降院と記録をした12月いつがいあ先ほどですねあの K の方になっているってことですかねうん 11月着替え11月棋士ここですね棋士フォーズはいえー、ということで以上で牧野18終わる一回休憩また後ほど。